今日まで4年半彼は沈黙を守ってきました。新曲バッドはあのスリラーを超えるでしょうか。マイケルは何か自信のようなものをつかんだようです。来日直後のあの後楽園遊園地で見せたおどおどした彼とは別人のようです。日本では優しい声で穏やかに話す人が尊敬されるんだ、アメリカとは大違いだよ。彼は自分の国の記者にそう言いました。マイケル・ジャクソンが日本に来ることすら夢のようでした。2日がかりでステージが作られている。いよいよテレビ収録の日がやってきた。チケットのない何千万人の人のための日。白い手袋は僕に不思議な力を与えてくれる。弱い僕を強い僕に変えてくれる。場内の興奮がピークに達した時、彼はボディーガードの制止を振り切って客席に飛び降りました。そしてライト側のフェンスまで走りました。体中で何かを表現しようとしているかのようでした。
歓声とどよめきを背にマイケルはステージから一直線に会場を去る。たくさんの人に何かを伝えることができた満足感が漂っている。